武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学政治経済学部の、日本史の2017年の入試について話していきたいと思います。こちら時間60分で配点が70点、大問が5題、出題されております。で、そのうち、1題論述が、混ざっておりますが、論述の量自体は、120字、となっておりますので、そこまで長い、形ではありません。ただ、とはいえ、ここでちゃんと稼いでおきたいので、論述の対策はしておいた方がいいでしょう。で、特徴として、地図や資料などの出題率が高い、ので、資料問題集、はやっておくのは必須になってくるかとは思います。で、問題の難易度としては、やはりその解ける問題は結構簡単なのももちろんあるんですが、聞いてくる問題は結構その教科書だけでは対応できないような用語集とか、資料集とかこの辺りちゃんと、意識して覚えていかないといけなかったり、その知識をもとに考えたりしなきゃいけなかったりというような、問題も出てきたりしますので、結構なんというか出されてる問題をもとに自分でやり込んだりやり直したりってことができないとなかなか合格点取るのが難しいと思います。ある程度の点までは全然自分で、基礎知識さえ、できてればいけるってところあるとは思うんですけど、そこからちゃんと合格点届かせようと思った時のやり込み具合が結構大変かなという形ですね。なので、基本的な対策としては、実力をつける、日本史100題、などの参考書、要は総計レベルの入試までに必要なものを一通り仕上げた上で、用語集や教科書、講義系の参考書だったりを使って、しっかり知識の、充実を図っていくという形ですね、をやっていった方がいいでしょう。で、論述に関しては、考える日本史論述ですね、この辺りをしっかりやっておけば、十分対応できるかとは思います。なので、基本的にはその調べたりまとめたりする、で、知識をより深くするという練習を意識して対策してもらえればと思います。以上が日本史の勉強となります。